中国っぽい和製茶色で、こちらもハーフ、僕たち仲間ということで、この私服の紐がかかっている、ちょっと壁に表現、紐が和製になる、紐が和製、そこで、ここが紐が和製でも切れ字は中国、うん、で、お茶色はデザインが中国、造形を真似て作った、造形もデザインが中国、材質が日本で、僕たちハーフっていうことで仲良しの情報、はい、ということで、こちらこう一緒になっていると本当の造形になっちゃうと分かるんだけれども、ハーフなのでハーフ同士は仲良しと言います。そして、お膝の前一旦ヘリソトでお豆腐を並べましたら、お豆腐からお返しします。お茶で両手で取りまして、で私服の紐を外してお茶尺が出て私服の紐をかかります。両手でお茶で私服の紐を外して、お茶尺が上がって私服の紐をかけて、両手でお茶で私服の紐を外して、そして私服の紐をかけて、そして両手で持ちましたら、この状態で反時計回りに2回回して、こちらは貫突き、ここが行の行と、あのお道具の配置が違うのは、お茶尺とお私服の位置が貫突きではない、全部貫突きに並ぶのは行の行になりますけれども、このお茶尺とお私服は下よということで、お茶入れが貫突き並んでいるのが貫突きですね。そしてお客様席に戻られました。その手を指して天使はお見せいたします。両の次に手をついて、その手を残したままスマホをかけておきます。スマホを持つ時にかかる8センチ、開け切るときにお茶全体で回します。背筋を伸ばして、右足から立ち上がり、右足から入室、四股足を行いましたら三歩で足を揃えます。直進、直角、直角、そしてお道具正面にお膝が来るようにして、座りましたらば今の身を整えて、そしてお客様から声がかかります。大変お美しいお道具の拝見をありがとうございました。空物茶入れは学芸、年代も岩木文明でございます。お茶色のお作は芸名祭、聖地、総理の作でございます。お名は無事と申します。お私服のお切れ字は取り出しドンスでございます。ありがとうございました。そしてまず左に向かいに行って、お私服ですね、そしてこ あのボーダーの外側ですね、自分の入り口には入れずにですね、入れずに全部お豆腐持ち出してから、手前に引いてきて背筋伸ばして、お茶入れとお私服が縦に並んでおります。万が一お茶入れ落とした場合もお私服で支えられるようにということです。左足から退出しましたら、くるんと向きを変えて座りまして、私服下から添いながらお茶入れがまず立て付けに、その向こう側にお茶尺、そしてこちらのお茶室では私服打ち返して立て付けに置きます。お願いさせていただきます。ありがとうございました。お菓子、お菓子券に対して、このタイミングはですね、送迎終わりました。そうしましたらいつでも召し上がっていいタイミングということで、お菓子券に対する軽いお辞儀しまして、お支払いで感謝して蓋を15度ほど右側をずらしますね。右側から3分の1のところ、お箸取りましたらその隙間の中に、私正客一人でございますので上座に置きます。ここでお返しを出します。お返し上線が、畳の一目のところに来るんですね。そして、本当はですね、ここに水菓子が入るんでございますけれども、水菓子入れてしまいますと、すごく可愛いこのクリスマスツリーはね、悲しいことになってしまうといけませんので、本日は水菓子を略させていただきました。そして右の振りから紙邪巾を取り出しまして、こちらを清めてまいります。1、2、3、しっかりと清めますのはお店屋の仕事でございます。少しここで清めますのは店主に対する心遣いですね。上からお箸取りまして、お口のところをスッと清めましたら斜めに置いて、
蓋を閉めます。ご自身のお菓子はご焼却の場合は錠剤右向こう左手前、右向こう左手前、ここは右足から立ち上がり左足ギリギリ、右足で畳の蹴り越えて髪型に左足で越えて足を揃えましたら立て次にこちらに置いて、でここは左足から立ち上がり、ね、右足で髪型に越えましたらご自身の次には左足でお客さんにお尻向けないようにして段しまして、こちらも本日のクリスマスツリーなんですね。これね、かわいいですよね。すごいかわいいクリスマスツリーと、こちらがセイヨですね。かわいい、すごいかわいい、すごいかわいいですよね。でちょっといただきます。中はどうなっているんでしょうか。あ、中のね、これなんだろう、あの白あんですけれども、綺麗ですね。あのグラデーションがです、中もやっぱりすごく綺麗なんですよね。あのこの緑の使い方、日本人ならだろう、若なって私いつも思うんですよね。この控えめなグリーン、すごい綺麗。いただきます。うん、ただの白飯ではございませんね。みかん、みかん風味の白飯です。すごく美味しいですね。すごく綺麗な白飯ですね。割としっかりしたあのテクスチャーですね。しっかりした練り切りになってますよね。美味しい。すごく爽やかなクリスマスツリーでした。はい、本日はこういったお菓子になっておりました。それではですね、辛物につきまして皆様何かご質問などございますでしょうか。